バルター・ダールは第二次世界大戦時のドイツ空軍のエースパイロットである。エースパイロットとは空中戦で5機以上の敵機を撃墜した軍人パイロットを呼び表す故障である。バルター・ダールはバート・ベルクツアーバーン近郊のルークで生まれ、1935年にドイツ陸軍に入隊した。当初はシュトットガルトに駐屯する第119不評連隊に配属され、 その後ドイツ空軍に転籍して戦闘機パイロットとなった。1941年5月にダールは第3戦闘航空団の航空団本部中隊に配属されロシア侵攻の初日6月22日に最初の戦果を挙げた。7月に JG3 第2飛行隊へ転属し10月末までに17機を撃墜した。その後12月には JG3 第4飛行中隊へ転属となり、部隊は地中海戦域へ配置外となった。1942年4月1日に、ダールはマルタ上空でスーパーマリンスピットファイアを撃墜し、4月10日に JG3 補充飛行隊の飛行中隊長に任命された。1943年4月に、ダールは戦闘機体操艦の爆僚に移動となり、8月には、 東部戦線にいた JG3 の航空団副官に任命された。そこで合計撃墜数を51機とし、1942年12月にはドイツ十字賞金賞を授与された。1943年7月20日にダールは JG3 第3飛行隊の飛行隊長に任命されて、東部戦線のクルスクからミュンスターへ配置外となり、9月6日に2機の 敵4発爆撃機と1944年2月23日には、さらに2機の4発爆撃機を撃墜した。ダールの率いる JG3 第3飛行隊の編隊は1943年8月17日に実施された連合国軍のシュバインフルトとレーゲンスブルクに対する爆撃を迎え撃ったが、A 第222飛行隊のスピットファイアに阻まれて5機の メッサーシミット BF-109 が撃墜され、その中には、胴体着陸を強いられたダールの BF-109G-6 も含まれていた。1944年7月7日のオシャースレイベンでの空中戦で撃墜された第492爆撃大隊の B-24 リベレーターダール少佐は1944年3月に67機撃墜の騎士鉄十字章を授与され、 5月に特殊戦闘航空団の指揮官に任命された。6月6日までこの部隊を引き、その後6月27日に第300戦闘航空団の指揮を任された。JG300 は、重武装、重装甲のホッケウルフ FW190A-8 スタームバックを装備し、密集編隊で零距離射撃攻撃を仕掛け、前段を打ち尽くした後は、 敵爆撃機に突撃隊当たりすることで有名となる。1944年7月7日に、アメリカ陸軍航空軍第8空軍所属の1129機の B-17 フライングフォートレスと B-24 リベレーターが、ライプツヒ地域の航空機工場とボーレン、ロイナ・メルゼブルク、リュツケンドルフの化学合成オイル工場を爆撃するために英国を出撃した。 この編隊は、ダール少佐に率いられた JG300 の2個飛行隊に護衛された第3戦闘航空団第6飛行隊で編成された文献隊に迎撃された。放火を開く前に、ダールは第492爆撃大隊のリベレーター機の背後0距離まで攻撃隊を接近させた。同爆撃大隊は一時的に護衛戦闘機を伴っておらず、 一分も経たないうちに飛行隊前期の12機の B-24 が全滅した。ドイツ側はその日にアメリカ陸軍航空軍第二航空士団所属の B-24 を28機撃墜したと主張し、少なくとも21機が確認された。突撃飛行隊の JG3 大砲飛行隊の大半である9機の戦闘機が撃墜され、さらに3機が被弾して、 胴体着陸を強いられ、部隊のパイロット5名が戦死した。ヘルムート・エルガールトが1944年に描いた、ラミング・ダール自身の報告によると1944年9月13日に B-17 爆撃機を体当たり攻撃で撃墜したらしいが、JG300 の研究家は米側には該当する。損失の証拠が見つからないとしている。 自身と部隊の英雄的行為及びさらなる自己申告によりダールはラムダールとあだなされた。11月30日の朝にダールはヘルマン・ゲーリング国家元帥が部隊を訪れダールの騎士鉄十字章に白用を追加授与することを知らされた。12時20分にゲーリングとブルーノレールツアー上級大将が到着しダールが公式な報告を行った。すぐに議題は ここ数日のような悪天候下では、航空団も戦闘での迎撃体制を取らせることができないとダールが考えているかどうかという質問になった。ダールは良好な天候の場合のみに、自分たちが20対1という圧倒的に優位な敵に対抗できる機会が持てると説明し、不十分な訓練しか施されていない部隊の未経験な若いパイロットについても言及した。このような議論の最中に、 敵爆撃機編隊が接近中という報告が入り、ゲーリングはダールに離陸して迎撃するように命じた。ダールは自説を曲げずに命令に服することを拒否し続けた。ゲーリングは激怒し、軍法会議にかけて死刑に処するとダールを脅した。ダールの意見を支持する戦闘機体総監のアドルフ・ガーランドが到着してようやくこの窮地から救ったが、 ダールは即座に指揮官を解任されて病気休暇を取らされた。結局ダールはその日に白用を追加授与されることはなかった。1945年1月26日にゲーリングはダールを昼間戦闘機体総監に任命したが昇進したにもかかわらずダールは実戦で飛行し続けた。ダール大佐は第2予備戦闘航空団第3飛行隊で メッサーシミット目262に登場して戦っている時に終戦を迎えた。3月27日には2機の P-47 戦闘機を撃墜し、最後の128機目の戦果は4月26日にリリンゲン近郊で撃墜した祖父の P-51 ムスタングであった。ダールは約300回の地上攻撃任務を含む678回の作戦飛行で、 約128機の戦果を挙げたと申告しているが、JG300 の研究家は、ダールの戦果は100機以下であると認定している。その他の戦果は、ダールが率いて飛んだ部隊による空想的な撃墜数で溢れる、ラムジジャーと題されたダールの回想録を元にしている。可能性が高い。バルターダールは、戦争を生き延び、1985年11月25日に、 年69でハイデルベルクで死去した。ありがとうございます。